充実した一日を過ごした後は、なんとも素敵な気分になるもんだな。授業も終わり、これで俺の責務は果たしたわけだ。随分と寂しそうな顔をしてるのね。ん？これはこれは、お嬢様。何が充実したよ。単に寝ていただけじゃない。信じられないわ。言っておくがな、寝ているように見えてもちゃんと熟睡していたんだぞ。何それ、フォローになってないじゃない。熟睡しながら考え事をするのが俺のやり方なんだ。どうせご飯のこととか女の子のことでしょ。俺は動物か。もっとマシなことを考えられないの。マジな考え事はある。何を。内緒だ。はん、一条先生が来なくてお会いに行く様ね。なんでそうなるんだ。当たり前でしょ。一条先生の交代が来た途端帰ろうとするんだもの。露骨すぎるわよ。島津さーん。あ、この声は。大丈夫ですか。大丈夫？だって昨夜はまた落雷事故があったそうじゃないですか。もう僕は心配で心配で。島津さん、昨夜に剣の岬へ行くとか言っていたじゃないですか。ごめんなさい、少し気分が優れないの。保健室行くわ。あ、保健室ですよね。後で行きますから。はぁ、島津さん、心配だな。おい。うわぁ、拓也さん、いたんですか。ずっといたよ。よくも俺のことを無視してくれたな。何が心配だな、だタグ。すみませんです、タクヤさん。島津さんと一緒に授業に出られていいな。よがない、ずっと睨まれていたぞ。いいな、見つめられていたんですね。とにかく授業も終わったしな、とっとと帰るか。はあ、それではまた。おい、待て。は？何でしょうか。話が終わっていないぞ。話と言われましても。で？で？とおっしゃられても。だから詳細を聞かせろよ。とりあえず島津さんを保健室へ迎えに行って、その後で一緒に帰って、できたらお茶でも誘って。痛いですよ。誰がお前の予定を聞かせろと言ったんだ。事故の詳細だよ。ああ、海岸の方じゃ大騒ぎみたいですよ。昨夜か。ええ、なんでも運搬作業中にまたドドーンって。運搬作業中？なんだって夜にそんな。さあ、工事のスケジュールなんて僕は知りませんよ。多分今日の夕刊にでも載るんじゃないですかね。どうしたんですか？チャックにあれを挟んだような顔をして。なんだよその例えは。いや、思いのほか深刻そうな顔をしてらっしゃるから。深刻なんだよ。はあ、なんでまた。俺はな、実はミオに惚れているんだ。で、嘘だ。心臓が止まりそうになりました。というのも嘘だ。で、というのも嘘だ。
というのも嘘の反対の反対の嘘だ。あのですね、本当に深刻なんですか？うるさいな。お前はミオのところにでも行っちまえ。すみませんです。カンナちゃんじゃないか。こんにちは、有馬さん。どうしたんだい、保健室なんて。少し気分が優れなかったもので。それでは失礼します。あ、毎度。寿司屋の源さんか、君は。なんだよ、源さんって。行きつけの店にそういう人がいるんだが、まあそれはいい。どうやら補習授業は無事終了したらしいな。まあね、単位はもらえそうだよ。担任としては一安心だ。じゃあ感謝のキッスっての。感謝の鉄拳なら見舞ってあげられるが。で、保健室に何か用かな？ああ、そうそう。少し昨夜の続きさ。昨夜？まさか忘れたとか。いや、忘れてはいない。学長の屋敷前だな。そうそう。よかった。別のエリコ先生だったらどうしようかと思った。いや、こっちの話さ。そうか。そういえばさっきさ、ホールでカンナちゃんに会ったけど。カンナ？ああ、畑野くんか。よく来るな、彼女は。どこか悪いの？気分が優れないということだ。君と違って仮病ではないからな。休ませてあげることが少なくない。傷つくな。俺は仮病なんて使ったことはないぞ。そうだった。君はストレートに眠いっていうだけだ。ところで君には少し聞きたいことがあるんだが。俺もあるよ。私もある。じゃんけん？よし、最初はグーでいくか。あのね、そもそも俺の方が先に切り出したんだから、その辺考慮してほしいな。君は作法を知らんな。レディーファーストという言葉を知らないのか。何かな？いいよ、どうぞお先に。すまないな。で、昨夜のことだ。昨夜？俺と同じじゃないか。うん。だが君の時間よりは幾分前に遡る。昨夜、一条さんと研究室で会っていたね。ああ、でもなんでそんなことをエリコ先生が？私はここ最近宿直というやつを担当していてね。学校に夜いることが多い。偶然見たってわけ？そういうことだな。一条先生には勉強を教えてもらっていたんだ。彼女は一応補習授業の講師なんだぜ。ふん。ま、ぶっちゃけていこう、拓也。ぶっちゃけてって。彼女の話した内容に私は興味がある。
なんで美月さん、一条先生の話した内容に興味があるのかな。補習の授業内容だぜ。授業内容か。ところで君と一条さんは付き合っていたのだろ。若いな、顔にすぐ出る。さすがに年配の女性は違うな。年の功ってやつ。こう見えてもな、私はまだまだ。ま、ここでの時勢が君との差かな。そんな顔するな。ま、君らの恋愛にとやかく言うつもりはない。学長や他の先生とかも。それこそまさかだ。もしそうだったら君も一条さんも無事じゃない。そっか。とりあえず教師という立場で知っているのは私だけだ。しかし君も節操がないとでも言いたいのかな。そうは言わない。だが綱渡りはしているなと思う。自由恋愛の立場からは俺らは何ら非難を受けるいわれはないぜ。正論だ。だが教師と生徒の間に得てして自由恋愛の権利は発生しない。で、俺や美月さんの弱みを握っているエリコ先生としては何をご所望なのかな。一条さんの話した内容に少し興味を覚えてね。他意はない。話さないと俺たちの関係をバラすってわけか。そんなことはしない。じゃあ話さないと言ったら。残念だな。なぜさ、単なる補習授業のレクチャーだぜ。うん、私もそのレクチャーを受けたくてね。なんでそんなことを聞きたがる。あの屋敷には少なからず興味がある。そう以前言わなかったか。美月さんの話した内容がなぜ屋敷関係だって思うんだ。違うのかな。エリコ先生、質問しているのは俺だぜ。うん、まあ君のレスポンスを見る限り当たらずといえど遠からずというところじゃないのかな。結構ずるい推測だな、釜をかけるなんて。それが大人の洞察というものだ。わかったよ。確かにエリコ先生の言うことに近いような内容だった。ふん。だがなんで知りたいんだい。だから言ったろ、興味があると。以前も言ったと思うが、女の子たちが妙に怖がる傾向にある。だから担任の責務だってわけかい。よしてくれよ。信用できないって顔つきだぞ。それは信用できないな。言っておくが、美月さんの悩みは結構深刻なんだ。好奇心とやらでかき回されたくはないな。そうか。悪いけど人の悩みをおいそれと他人に言うわけにはいかない。美月さん本人に聞いてくれよ。そうか。うん、それも一つの手だな。スーカ。おいおい、どこの世界に未成年にタバコを勧める教師がいるんだよ。未成年の喫煙は法律で禁じられているが、罰則は明記されていない。校則では禁じられてるぜ。ついでに罰則もあるぞ。そうだった。しかしどうも君は普通の生徒という気がしない。なぜだろうな。さ、俺の顔が老けているせいかもね。君の顔も瞳もいたずら坊やそのままだと思うが。褒めてんの？けなしてんの？一応褒めているんだがな。さてと。あれ、どこが行くんだ。うん、
定例の職員会議に出なくてはならない。これも宮遣いの責務というやつだ。なんだ、またてっきりサボりかと。あ、いや、これは失言。君と話していると飽きないよ。ま、授業が終わったのなら早く帰りたまえ。親瓶。親瓶はやめろってば。今保健室から来たようですけど、島津さんはおられました？いや、タバコのエリコ先生しかいなかったぜ。おかしいな、いなくなっちゃいまして。単に嫌われてるだけじゃないの？しょんなん、親瓶。だから何なのその呼び方は。やだな、タクヤさんのニックネームじゃないですか。お前に親瓶などと呼ばれる言われなどないぞ。じゃあお頭ってのはどうです？これなんかもうハイセンスの代名詞。もういい。そうだそうだ、一条先生が。何？美月さんが？彼女はどこだ？え、どこだ？苦しい、首。すまん。で、死ぬかと思いました。なんせ拓也さんの握力は部活で鍛えていて半端じゃないですから。で、どうなの？で？美月さんだよ。ああ、一条先生ですね。ほんのついさっきここのホールでお会いしまして。うん。拓也さんはどこにいるって聞かれたので。お、俺はどこにいると言った？拓也さんのことだから、とっとと自宅に帰ったんじゃないかなって。お前な、なんでそんな無責任なことを言うんだ。だってさっき廊下でとっとと帰るって言っていたじゃないですか。そうだっけ？そうですよ。まあいい。で、美月さんは？はあ、学校の外へと出られたようですが。俺が学校から出たと思ったんだな。しょうがない。はあ。しょうがないですね。お前はそこで突っ立って一体何をやっているんだ？ちえ、今日の拓也さん怖いですよ。早くお嬢様を探しに行ったらどうだ。はい、直ちにそうします。Thank you.
何かご用ですかね？え、おわ、何かご用かね？おや、あの時の坊や。何か我が家にご用かしらね？いや、その、三月、じゃなくて、一条さんという方がここにいないかどうか確かめてほしいんですが。一条…はて、そんな女性は全く知りませんが。ここに住んでいるんじゃなくて、龍造寺先生の秘書をやってる人ですよ。おお、秘書とはどういうものでしょうかね。すみませんね、耳が遠くて。うちには今、誰もいませんよ。そうですか。で、一条さんというのは？学、だから龍造寺先生といつも一緒にいる女性で。女？まあ、そうだね。息子と一緒にいる女？あの女が来てから変わってしまったのよ。変わった？あの女って。恐ろしい女よ。ほほほほ。ばあちゃん大丈夫かよ。おい、恐ろしい女よ。ほほほほ。ちょ、ま、
こちら有馬ですが。あ、よかった、あなたね。美月さんかい？ええ、学校にはいないというし、電話をかけてもなかなか出てくれないし、どうしようかと思ったわ。行き違いがあったみたいだね。そうね。で、何でも俺に急用だって？急用というほどではないんだけど、今出てこられる？ああ、構わないよ。場所は？龍造寺先生のご自宅よ。へえ？さっき俺そこに行ったんだぜ。あら、先生のお母様がいらっしゃらなかった？いたいた、美月さんはいないって。おかしいわね、さっきからここにいたんだけど。あのおばあちゃん、ちょっとボケてるみたいだぜ。とにかく私は今先生のご自宅よ。来られる？昨夜話してた、なんだっけ、急に荒れ放題になったとか言う。どうぞ。そうそう、それのこと？え、それもあるわ。今例の先生は？いえ、私と先生のお母様の二人だけよ。うん、あのおばあちゃんは大丈夫そうだしな。わかった、今から行くよ。すみません。誰かいませんか？
あれ、美月さん。びっくりさせないでよ。心臓が止まるかと思ったわ。大丈夫だ。俺がマウス2マウスの人工呼吸をしてやる。バカ。それよりも、なんで塗装から？え？鍵がかかっていたと思うけど。そう？開いていたけど。美月さんこそ探したんだぜ。ええ。
井戸の方を少し探していたの。井戸？向こうに、ほら、拓也から向かって左手奥、そう、あそこに枯れ井戸があるのよ。枯れ井戸ね。あの日記帳の切れ端をあそこで見つけたの。でも最初は先生、研究室で。研究室？先生は日記帳を研究室で探していたわ。一条くん、私の日記帳を知らないかねって。研究室で？ええ。で、見つかったの？その時は私が来たからすぐに辞めたわ。手伝いましょうかと言ったら、いいって。でもさ、なんでその切れ端が井戸のところで見つかるんだ？わからないわよ。研究室で龍蔵寺が日記帳を探すか。変な話だな。時々研究室にいらっしゃるときはまだ探しているようだわ。日記帳かい？ええ。確かにそいつは変だな。ところであなたは土蔵の中で何を？うん、ほら、美月さん昨夜言っていたじゃないか、土蔵が急に荒れて変だとか。そう。この土蔵、いつ頃のものだと思う？建てられた時代？まあ、そうね。そうだな、確かこの屋敷自体が400年前だろ。よく知っているのね。まあね。ってことから換算すると、やっぱり数百年は経ってかな。はずれ。ああ、そう。半年前よ。私も1ヶ月くらい前まであんな風になってるなんて気づかなかったの。1ヶ月前？そりゃまた妙な話だな。でしょ。だって建てられたのが半年前で、あの惨状に気づいたのが1ヶ月前だから、ここまで荒れるのに5ヶ月か。そういう計算になるわね。どんなに手抜き工事をしたって5ヶ月でここまで荒れるかな。でも現状はこうよ。最初からこういう風に建てた？まさか。半年前に見た時はもっと綺麗だったわ。じゃあ1ヶ月くらい前に誰かがわざとああいう風にした？何のために？そんなのわからないよ。だから変でしょ。ゆうべ実を言うと龍蔵寺と少し話したんだ。先生と？うん。俺の親父のこととか研究のこととか、まあ取り留めもなくさ。日記の龍蔵寺は何かに怯えている感じだが、昨夜はどちらかというとどっしり構えて、そんな雰囲気はみじんもなかった。そうね。どんな内容だったかな、あの日記の切れ端。覚えているわ。こんなところね。すごいな、さすが歴史の講師、暗記は得意と。茶化さないでよ。彼女って誰のことだろうな。わからないわ。彼女はどういう人物なのかって文章からだと、龍蔵寺本人はあまりよく知らないってことか。かもしれないわ。どんなやつだろうな、その彼女って。どうしたの？え？急に黙って。いや、その少し思い当たる節はあるんだ。誰？ニュースプレゼンスっていう報道番組知ってる？ええ、視聴率はいいらしいわね。確か週に数回しか出ないけど、可愛い子がキャスターをやっている番組でしょ。その女性と龍蔵寺が会っているのを見たことがある。じゃあ
その女性が？そりゃわからないよ。ただ俺の知っている範囲内じゃそれくらいしか思い浮かばないなって。そう。一条君、来ているのかね。大変、先生がお帰りになったんだわ。先生？龍蔵寺先生よ。龍蔵寺が？まずいな、鉢合わせってことになったら。私が先生をこちらに来ないようにするから。一条くん、来ているのかね。はい、ただいま。いい、なるべくここを動かないでね。大丈夫そうになったら呼びに来るわ。ああThank you.
クヤ、どこにいるの、タクヤ。ありゃりゃ、ミツキさんの声だぞ。ねえ、どこよ。しょうがないな、ミツキさんのところへ行こう。今、先生が母屋へお入りになったから、さ、早く。ああ。さあ、早く、こっちよ。わかった。ごめんなさい、あまり手伝えなくて。いや、俺の方こそ。一条くん、どこかな。あっ、さ、早く行って。ああ。そうだわ、一つ言い忘れたことがあって。え、井戸の中に。一条くん、行って、早く。ああ。待って。何？ば、さ、あれ、エリコ先生。君か。君かはないだろ。エリコ先生こそ白衣でどうしたのさ。うん、散歩というところだな。散歩？露骨に顔しかめるもんじゃない。私だって散歩がしたくなる時もある。ふん、散歩ね。君こそ学長の屋敷で何をやっていたんだ。俺は勉強さ、勉学少年なんでね。ほう、じゃあ私は今日から総理大臣だ。あのな、健全な青少年を傷つけるなよな。健全な青少年は傷つけない。うん。学長と何を話していたのかな。いや、龍蔵寺は不在だった。だから話していないよ。じゃあ、なんでこの屋敷に。それはその…まあいい。それよりも君の唇だ。口紅がついているぞ。拭いておくんだな。
確か、この辺に、あったはずなんだけど、もうちょっと、奥かしら。おーい、この奥だったわ、確か。みつきちゃん、中が深いからよく見えないわ。ペロン、ペロペロ。キャー、ドアッ、落ちる。助けてくれ。大変だわ。大変がってないで、手を。くっ、早く手につかまって。さ、井戸の縁は滑るんだよ。よいしょ、こらしょ、重いわよ、タクヤ。うるさいな、もっと引っ張ってくれないと。ドアは、あ、ダメ。死ぬかと思ったぞ。この井戸はかなり深いわ。落ちたらただじゃ済まないわよ。そんな恐ろしいことを言わないでくれ。ほら、手を出して。よいしょ、どっこいしょ。くぅ、ふぅ、助かった。もうびっくりさせないでよ。びっくりしたのは俺だよ。後ろ蹴りはないだろ、ロバじゃあるまいし。だって変なことするんだもん。俺が声をかけても無視をするからだ。気づかなかったのよ、ごめんなさい。大丈夫？別に大丈夫さ、死にそうになっただけだから。またそんなことを言って。立てる？立てるけど。
他の女の子にもこんなことばかりしているんでしょう。そんなことするかよ。それじゃただの変態だぞ。じゃあ私には何でするのよ。それは美月さんだからかな。あれ照れてる。バカ言わないでよ。とにかく怪我もないようで何よりだわ。立てる。いやその少しめまいがするんだ。本当大丈夫。大丈夫だとは思うが、なんだかクラクラするな。しばらくそのままの方がいいわ。無理しないで。うん、そうする。それよりもさ、井戸の中を覗いて何をやっていたんだい？ええ、そうなのよ。王様の耳はロバの耳？バカね。ちょっと奥を見ていたの。わかるわかる。誰でも井戸の底を見つめていたくなる時があるんだよな。何言ってるのよ、バカ。何を？探して。水の中に生理用品でも落としたの？あなたね、そういうことしか頭にないの？うん、そういうことしか頭にない。眉間に縦じわが寄ってるよ。あそこは枯れ井戸よ。水はもう出ないわ。枯れ井戸？ええ、かなり深いみたいだけど、もう水は出ないって言っていた。じゃあ、なんで覗いていたんだい？あなたが来るまでにもっと有用なものを探しておこうと思ったのよ。有用なもの？例の日記帳の切れ端、覚えている？昨夜の今日だぜ。忘れるわけがない。本当かしら。龍蔵寺が書いたとかいうあの切れ端だろ？ええ、あれを見つけたのがこの井戸のそばだ。半信半疑だったでしょ。何が？私の話、半分は信じていなかったみたいだから。その言い方はトゲがあるな。半分は信じたって言ってくれよ。言い方はご自由に。チェ、もっと何か見つかればいいと思って。日記の本体とかそういうやつ？そう、それで井戸の中。龍蔵寺先生、今日は特に変だったわ。変？捨ててこ一丁で阿波踊りでも踊ったかい？それはあなた。何を？真面目に聞いてよ。本当に変だったの。どう変なの？すごくナーバスだったの。電話のベル一つに対しても何かイライラするような。あわわわ、真面目に聞きます。今日のスケジュールは全てキャンセルだとか言い出して、私が午後の学会の会合は外せませんと言ったら、うん、家具の配置を変えなくてはならないとか妙なことを口走って。家具の配置？ええ、それで私に対して言葉でひどいこと。どんなことを言ったのさ？君は。ストップ。ごめん、やっぱり言わなくていいや。
考えているみたいだったから。うん、ほら見てみなよ、あの澄み切った青空を。何よそれ。でも変わったわね、タクヤ。何が？一頃のトゲトゲしさがなくなってる。そうかな。ええ、人生20年に満たずして悟りを開いたんだろ。じゃあ若き哲学者さんにお聞きしたいけど。どうぞ。私のことどう思ってる？ちょっとなんで目をそらすのよ。ほら、あの澄み切った青空を見てみなよ、タクヤ。は、はい。だからさ、美月さんのことは好きだって。おざなりな言い方。おお、ジュリエット、君の瞳は100万ボルトとでも言ってほしいの？美月さんさ、そんなに眉間に縦じわを刻んでると美人が台無しだぜ。じゃあ返事。また目をそらした。ほら、あの澄み切った青空を。昨夜からずっと私を避けてる。なことないってば。嫌いよ、嫌い。ごめん。なんで謝るのよ。なんとなく。じゃあ、あなたはなんとなくで他人に謝ったりするわけね。その辺を歩いてるおじさんにいきなり土下座をするのね。なんなんだよそれは。大嫌い。嗅いでるのよ。いや、それはそのかぐわしい香りだな。蹴るわよ。だって出れないんだよ本当に。タイトが破けちゃう。もう外側じゃなくて内側に来て。うわっ、そんなに股間に俺の顔を押し付けないでくれよ。だから下に来ないと出れない。腰に捕まっていい？うん、よいしょっと。あドワワワ。わざとやったでしょう。してない、してない。早く、ちょっと、もう。わかったってば。
あなた言ったじゃない、ゆうべ。何を？その、できないって。宣言は撤回するためにあるんだ。バカ。あ、うん、たくや。美月さん、寂しかったの、切なかったの。うん、分かってた。嘘よ、島津さんと仲が良かったくせに。美月さんだけだと思う。何よ、最後の家庭は。Thank you.
ねえ。ん？感じた？うん、感じた。気持ちよかった？うん、よかった。そう、よかった。何が？別に。変なの。そう？そう。なんだい？笑って。なんかした後って言葉が少なくなるわよね、お互い。かもね。なぜかしら。運動して疲れたからじゃない？バカ、もっとロマンチックなことを言ってよ。例えば？例えば、そう、愛し合う二人の間に言葉はいらないと。何よ。美月さんって意外にロマンチストなんだね。意外とは心外よ。私はね、ロマンチックな乙女なんですからね。そうなの？そうなの。そうか。そう。ねえ、先生の庭先でしちゃったわね。あ、もしかして興奮した？バカ。しなかったの？そんなこと聞くもんじゃないの。美月さんだってさっき良かったって聞いたろ。俺だって聞いてもいいじゃないか。あ、興奮した。これでいいでしょ。さ、え？意外だよな。何が？この屋敷さ。ここは外から見ると木々がうっそうと生い茂ってる。そうね、昔からの武家屋敷って話だし。それがさ、旗から見るとすんごく不気味なんだよ。それはそうかもね。夜なんかいかにも何か出そうって雰囲気だぜ。たたりなんて噂されているしさ。言いたいことがよくわからないんだけど。だからさ、屋敷の敷地内に入ってみてびっくりしたってこと。何が？美月さん、見てみなよ、あたりよな。よくわからない。別世界って感じがするじゃないか。別世界。こうして草の上に寝っ転がって、葉っぱの間から差し込む日光に当たりながら小鳥のさえずりが聞ける。おまけに俺の横には美女が一人。何も言うことないな。バカね。何かこの屋敷に対する印象がガラッと変わりそうだな。昔の詩人が言った言葉があるわ。へえ、聞かせてくれる？我が心の人がそばにいれば、荒れ地はたちまち花で埋め尽くされ、暗闇は光に、夜は昼に、雨雲は青空へと変わらん。で？鈍いわね。私がそばにいるから周りが素晴らしく見えるの。あ、笑ったわね。ごめん、バカにしたわけじゃないんだ。もうごめん。いいわ。でもこうして二人でゆっくりするなんて本当に久しぶりね。そうか、そんなになるかな。瞳をキラキラさせて私に言ったこと覚えてる？忘れた。俺、美月さんのこと幸せにするから。だあ、んな昔のこと言わないでくれ。ほんの1ヶ月ちょっと前じゃない。何よ。
もう忘れたの？忘れちゃいないよ。だけど美月さんが突き放したんだろ。あなたは今情緒不安定なのって。ええ、でも今なら。本気かい？本気よ。考えてる？いや、もう結論は出てるのね。いや、そういう意味じゃなくて、あの時あなたに連れられていけばよかったわ。苦労するよ。おいおい、俺は毎日飲んだくれてちゃぶ台をひっくり返す男だぞ。私は増加政策の内職を夜なべしてやるのね。そうだ、俺は毎日競馬に競輪、麻雀、ゲーセン。私はそれを草葉の陰から見つめるわ。わかってる、冗談よ。忘れて。教師と生徒だもの。無理よね。無理か。そう。それに私、マザコンが嫌いなの。何を？何を根拠に？以前、ベッドの中で、あゆみさーん。確かに可愛いわね、彼女。だろ？でも私の方が若いわよ。あと2年もすれば同じだよ。何よ。わたたたたた、噛むことないだろ。ねえ、龍蔵寺ってどういうやつなんだい？先生。そう。どうって、私の大学時代の恩師ね。なんだ、あゆみさんと同じか。彼女は有馬さん、あなたのお父さんと一緒になったから、私と一緒に勉強したのはほんの少しね。面識はあったの？ほとんどないわ。同じゼミの超高生というところね。親父ってどんなやつだったんだい？どんなって、龍蔵寺先生と仲がよろしかったようだけど。あんまり知らないんだ。ごめんなさい。謝ることはないよ。でも、ん？変わってしまわれたわ、先生。どう変なのかよくわからないな。時々ゾッとするような目で私を見ているの。理屈じゃないの、わかるのよ。それにあの日記の切れ端が。確かこの井戸で見つかったんだっけ？え、でも最初は先生研究室で。研究室？先生は日記帳を研究室で探していたわ。一条くん、私の日記帳を知らないかねって。研究室で？ええ。で、見つかったの？その時は私が来たからすぐに辞めたわ。手伝いましょうかと言ったらいいって。でもさ、なんでその切れ端が井戸のところで見つかるんだ？わからないわよ。研究室で龍蔵寺が日記帳を探すか。変な話だな。時々研究室にいらっしゃるときはまだ探しているようだわ。日記帳かい？ええ。確かにそいつは変だな。そうだ、変といえば土蔵だよ。ここに来たということはもう見たのね。うん、昨夜俺に言ったよね。急に荒れたとかなんとか。そう。あの土蔵いつのものだと思う？
建てられた時代？まあ、そうね。そうだな。確かこの屋敷自体が400年前だろ？よく知っているのね。まあね。ってことから換算すると、やっぱり数百年は経ってる、かな。ブー、外れ。あっそ。半年前よ。私も1ヶ月くらい前まであんな風になってるなんて気づかなかったの。1ヶ月前？そりゃまた妙な話だな。でしょ？だって建てられたのが半年前で、あの惨状に気づいたのが1ヶ月前だから、ここまで荒れるのに5ヶ月か。そういう計算になるわね。どんなに手抜き工事をしたって5ヶ月でここまで荒れるかな。でも現状はこうよ。最初からこういう風に建てた。まさか。半年前に見た時はもっと綺麗だったわ。じゃあ1ヶ月くらい前に誰かがわざとああいう風にした。何のために？そんなのわからないよ。だから変でしょ。実を言うと龍蔵寺と少し話したんだ。先生と？うん。俺の親父のこととか研究のこととか、まあ取り留めもなくさ。そうなの。日記の龍蔵寺は何かに怯えている感じだが、昨夜はどちらかというとどっしり構えて、そんな雰囲気はみじんもなかった。そうね。どんな内容だったかな、あの日記の切れ端。覚えているわ。確かこんなところね。すごいな、さすが歴史の講師、暗記は得意と。茶化さないでよ。彼女って誰のことだろうな。わからないわ。彼女はどういう人物なのかって文章からだと、龍蔵寺本人はあまりよく知らないってことか。かもしれないわ。どんなやつだろうな、その彼女って。ねえ、どうしたの？急に黙って。いや、その、少し思い当たる節はあるんだ。誰？ニュースプレゼンスっていう報道番組知ってる？ええ、視聴率はいいらしいわね。確か週に数回しか出ないけど、可愛い子がキャスターをやっている番組でしょ？その女性と龍蔵寺が会っているのを見たことがある。じゃあ、その女性が？そりゃわからないよ。ただ俺の知っている範囲内じゃそれくらいしか思い浮かばないなって。そう。なんだか眠くなってきたよ。ダメよ、寝てはもう。だってポカポカしていてあったかくて、美月さんが柔らかくてさ。何？ねえ、このまま。ん？うん、何でもないの。さ、行きましょう。服を着て。俺は着てるよ。お尻丸出しなのは美月さんだろ。赤くなってやんの。服を着るから向こうを向いてて。じゃ、先に中庭へ行っているよ。ええ。拓也、大変よ。拓也。
どうしたんだよ、そんな怖い顔をして。大変なのよ。俺は美月さんのパンティーなんて取ってないぞ。バカ。それより今車の音がしたの。車？先生がお帰りになったんだわ。大変よ。龍蔵寺が？まずいな、鉢合わせってことになったら。先生はいつも裏のガレージからお入りになるわ。今だったら中庭の方から。ああ。早く。わかった。ドア。お母様。ほっほっほっほ。あの男が帰ってくるわよ。あの男って？ほら、そこから早くお行きなさい。ありがとうございます、お母様。さ、タクヤ。ああ。ほっほっほっほ。あの鍵は役に立ったかしらね。一条くん、来ているのかね。先生だわ。さ、タクヤ。ああ。待って。え、な、何？ドア。あれ、エリコ先生。あゆみさんじゃないか。龍蔵寺先生に会いに来たんだけど、最近先生学校へは来られないのかしら。さあ、そういえばさっき自宅の方へ行ったような感じがしたけど。そう、わかったわ、行ってみる。うん。ねえあゆみさん。何？その何かと大変だろうけど頑張ってくれよ。応援しているからさ。ありがとう。じゃあね。どう？な、何？すれ違った時にいい匂いがしたから。香水？バカ言わないでくれ。俺は硬派なんだ。ほら、犬みたいにみっともないぜ。龍蔵寺、学長が家で待ってるよ。え、じゃ。
あれ、カンナちゃん。親瓶じゃないですか。有馬くんだったの。何をやっていたんだ、こんなところで。奇遇っすね。僕らここを探検しようかと。ゆうきくん。あ、すみませんです。有馬くん、あなたには関係ないことじゃないかしら。関係なくないさ。ここはジオテクニクスの管理区域で、知り合いが揉め事を起こすと俺にも火の粉が降りかかってくる。それに、うざい男が、こらこらとか言ってやってくるぜ。ご忠告は感謝するわ。行きましょう、ゆうきくん。はあ。じゃあ、親瓶、また今度。ゆうきくん。ただいま。じゃあ。Thank you.
や、拓也くんか。また補習かな？いえ、お勤めはきっちりと済ませましたよ。そうか。これで歩くんも安心するというものだろう。夏休みに人気のない研究室で何をされていたんですか？少し探し物をね。何かね？いえ、探し物だったら手伝いましょうか。気持ちだけ受け取っておこう。それよりもあゆみさん、俺の母親が探していたみたいですよ。学長のご自宅に行ったみたいですが。もう行き違いか。では戻るとするかな。しかしどうも研究室内は煩雑でいけないな。何？そのうち見つかるだろう。何を探していたんですか？大したものじゃないよ。例えば本のような類とか。なぜそう思うのかね。いやほら、歴史の研究室っていうくらいだから本くらいしかないし、だからそうじゃないかなって。まあ似たようなものだな。また今度来ることにしよう。そうですか。
ここだと思ったのだが、ないな。あれがあるないは論拠の有無に直結するからな。雲泥の差だ。上の資料本を探しても無駄だしな。となると机の下か椅子の下か。引き出しの下かもしれないな。あの男か、あるいは一条さんか。いずれにせよ隠すとなると、あとは研究室の中がよかろう。おそらく誰もいまい。はい。しょうがない。ひとまずロッカーの中にでも。
で、何をしているんだここで。そうだ、補習授業でわからないことがあったから講師の先生に聞きに来たってのはどう？で、何をしているんだここで。講師の先生に聞きに来て、なんとなくロッカーに入りたくなったんだ。ほう、すごい脈絡のなさだな。うん、わかったよ、言うよ。聞こう。俺はその、ここであいつ?ああ、竜像。ちっ。ここならいいだろう。一条君、入りたまえ。はい、先生。竜造寺と美月さんだ。一体これって。ふん、タイミングが良かったようだな。悪かったの間違いじゃないの。考え方次第だな。でもエリコ先生だって。ち、今は黙って二人の話を聞こう。違うというわけなのかね。いえ、そうではなくて。君は確かによくやってくれている。だが最近の君の行動はやや目に余るものがあるね。私はただ、うん、この際だ、言ってみたまえ。君の心のわだかまりを私にぶつけてみたまえと言っている。君も釈然としない何かを感じているのではないかね。それをここで解決しようというのだよ。先生は変わられました。どう変わったのかね。なんというか、以前の先生ではありません。どう違うのかね。口では言いにくいです。ただ漠然とした雰囲気というか。ふん、なるほど。君のその、なんていうのかな、女の勘のようなものを信じないわけではない。だが反論をさせてもらえればね。はい。私が変わったのではなく、むしろ君が変わったとは考えられないかね。人の感性というのは相対的なものだ。自分の変化に気づかず、周りが主観的に変化して見える状態にあるのかもしれない。私は変わっていません。そう主張するのが君一人だったらどうかね。私も、そして私の母も変わってはいないよ。むしろ一条君、君は以前はそういうことを言う女性ではなかった。そんな、私は。いや、違うんだ。それを気に病む必要はないんだよ。あくまでそういう見方もあるということだ。一条君は一条君でしかないのだからね。私は君の私に対する秘めたる思いは前から承知していた。私が最大者だから遠慮をしていたのだろう。違うかね。違い。夏休みにこんな研究室へやってくる水凶な人はいないよ。水凶な人間なら
ここに二人ばかりいるがな。私、先生のこと前から。おい。なんだよ。なんか妙に硬いものが私の下腹部に当たっている。男の生理現象。下半身の元気とは裏腹に顔は元気がないな。そうかな。君というキャラクターからしてこういった状況むしろ楽しむと思ったが。心外だな。するのは好きだが見るのは好きじゃない。はは、一条さんか。君は直球だからな。わかりやすい。うるさいな。どうせ俺は子供だよ。そういうことじゃない。ピュアだと言ってるのさ。同じじゃんか。バッ。どうかな。どうかなって。お子様のキスとはわけが違うだろ。さっきの君の顔といったら、あれがチャックに挟まったような表情をしていたぞ。なんちゅう例えだよ。俺のブサイクはもともとだ。ほっとけ。ほう、調子出てきたじゃないか。いいぞ。しょうがないだろ。若いな。健康な証拠だ。どれどれ。うわっ、ちょやめれ。先生、誇るぜ。一条さんのこと好きだったんだろ。うわっ。答えるの。そりゃ好きだったよ。だけど美月さんは結局龍蔵寺をその慕っていたし、それが愛情かどうかはわからないけど、彼女は彼女なりに考えて。ああ、俺は何を言っているんだ。いいな、それ。何が。まっすぐな感じがいいと言っているんだ。単純バカってことだろ。させてみるか。教師が生徒に言う言葉かよ。こんなところで正論を振りかざすなよ。何か頭がぼーっとしてきた。暑いからな、ここは。暑いことをしてるからだ。
あのな。彼女がやはり。
一条先生のことは忘れるんだ。え？彼女はもうすぐいなくなる。何を言っているんだ？